はいどうも、汚職王国広島。まあ、そのリーダーはですね、言うまでもなく、岸田総理大臣でございます。今回は、斎藤哲夫国土交通省広島3区。こちらの方がですね、まあ、ずるいことをしていたということで、まあ、公明党ならね、やりそうなことだなというところでございます。えー、ま、公明党がずるをしました。事務所賃料90万円を付き添いで、バレないかなと思ったらバレたんで、 バレたんで事務上のミスですよっていうふうに言い張って、まあこれをね、無罪方面にしてもらおうという作戦ですね。まあずるそうな人ですね。これ斎藤さんですかなんかガッツポーズで汚職王国広島っていうふうにね、もう汚職が当たり前ということで、まあ広島の政治家は終わってるということでございます。まあ寺田稔総務大臣もね、あのー、証拠りもなく悪党ずをらをしてやったんですけども、もうね、バレたんでしょうがないやめるしかないと。 でも、一瞬でも総務大臣やったから、自分の人生の、このね、えー、経歴には総務大臣をやりましたって書けるからもういいやみたいな感じですよね。まあどうせまともな仕事ができないんで、一瞬だけ椅子に座ってればもうそれでいいんだということでございます。で、ワリオクーナーね、いつもね、広島でこういった人たちを応援してきた広島県民でございます。まあもうね、 こういう人に投票した広島県民も一緒に罪を被るということで、なぜかね、巻き込まれるのが我々ということでございます。非常に恥ずかしい思いをしますね。もうね、広島に帰ってくんなと。斎藤、斎藤国交省、帰ってくんなと。街を歩けんのかと。この野郎って感じですよね。まあこういうね、あの、悪党がね、年を取れば取るほど高が無知と言いますか、まさに老害ということで、まあ役に立たない人間が、こうやって、えー、人前に出てくるということで、非常に悔しい思いをしますね。 はいじゃあ記事をちょっと読んでみましょうか。斎藤哲夫国土交通省、てっちゃんって感じですか。うん。が代表を務める政治団体、悪党後演会が2021年、自らが総務部長、ね、総支部長の公明党、えー、衆議院、小選挙区、広島3区、総支部。まあ、大したもんですね、こんなね、ずらずらと書いて、から受け取った、 事務所賃料90万4200円を政治資金収支報告書にわざと期待していなかったことが25日バレちゃったと。専門家は政治資金規制法違反の疑いじゃなくて事実があるとするということでございますね。えー、中国新聞の指摘を受け、講演会は仕方がなく、事務所上のミスにしとこうかということで、まあ、誤ったんだから許してよということでね、訂正を届けていたということでございます。まあ、このままバレなければよかったんですけども、残念ながら、 まあ、公明党のね、悪事はいつもバレているよということでございますね。まあ、統一協会も真っ青な悪事を働く、この公明党、いつまでのさばっているんでしょうか。その資金は一体韓国や中国、そして北朝鮮に流れているんでしょうか。もしかしたらロシアにも流れているかもしれないですよね。まあ、こういうね、あのー、帰省中が広島、そして日本にずっとね、居ついているのは本当に気分の悪いことでございます。もうね。 早くねやめてもらいたいと思いますねうん家族の方もちょっとね注意してくださいよこういうお父さんに飯食わしてもらって恥ずかしくないんですかねご家族の皆さん恥ずかしくないんですか子供たちもいじめられますよこんな人がいたらねということでございますまあ恥知らずがうんまあ世間を蹂躙しているということでございますね寂しい世の中ですよもう